10の高校がそれぞれ統合して5つの学校が新たに誕生する予定です。この学校の統合が進む背景にはやはり少子化ということになるんでしょうか。その通りですね。一つデータがあります。こちら今後の見通しも見込みも含めました中学校の卒業者数です。2010年21930人だったのが年々減少して去年15825人、6000人以上減っています。で今後もその減少傾向続いていくと見られていて、学校の再編を余儀なくされているというわけです。ただ日野さん、これまでも生徒数自体はこう減ってきた中で、今年来年と一気にこうやって統合する高校増えたような印象もあるんですけど、このあたりどうですか。それには理由があってですね、これまでは生徒数が減ってきても学校の数は維持したままでクラスの数を減らして対応してきたんです。ただ当然そうすると小規模な学校が増えますよね。1学年あたり3クラス以下の学校は全国 20.7% なのに対して福島は 37.1%、倍近いですね。じゃあ理想はどうなのかというと、社会性を養ったり一人一人にしっかりと指導するなどの観点から言うと1学年が4から6クラスが望ましいとされています。こうした現状からも学校の統合が進んでいまして、今年度か来年度に統合する学校も統合前少なくともどちらかは2クラス以下となっていました。統合する背景はこれで分かったんですけれども、実際こう2つの学校が1つに合わさるわけじゃないですか。ガラッと環境も変わりますし、何らかのこれ課題も出てくるんじゃないかなと思うんですが、通学一つとってもそうですし、友人先生環境に慣れるまで時間もかかってきます。そこで今年一部の学校で初めて導入されたのが校舎方式、何かと言いますと、まず一般的には A 校と B 校が統合して C 校ができますとなると、どちらかの校舎にこうして集約されて片方の校舎は使われなくなります、校舎方式ではどうなのか。統合後どちらかの校舎を使って新しい1年生は全員そのメイン校舎に入学する。ここまでは同じです、ただそれまで B 校で学んでいた生徒たち、ですから今の新2年生新3年生に限っては卒業まで B 校を C 校の分校として使えるようになります。であれば名前は変わっても同じ校舎に通えると、そういうことですね。であれば安心感ありますね。移行期間の特別措置とも言えそうですけれども、学校行事や部活動はじゃあどうするのか、その先廃校となった後に地域の活力の低下というのも心配されています。統合には向き合わなくてはならない課題も多くあります。